はい、どうも、コミーです。さて、本日はこちら関西クラクラクラブのホームに私おるんですけども、ちょっとですね、本日は対戦の動画とかではなく、ちょっと語りメインで、行かさせてもらおうかなというふうに思ってます。っていうのも、メンテナンスで、リプレイが全部すっ飛んでしまったので、どうしようかなと思ったんですけどね。であれば逆に、ちょっと今回の、2020年10月のアップデートに関して自分が思ってることを少しですね、こうお話をさせてもらおうかななんていうふうに思っております。で、ですね、本日ちょっとお話ししたい、結論から先に言うと、多分ですけど、今回のアップデートによって、ヒーラーを使うケースっていうのが、皆さんちょっと減るんじゃないかなっていう風なのが今自分の思ってる印象です。で、これ、どういうことかっていうと、特にタウンホール13の方に対して特にあり得ると思うんですけども、防衛のレベルが上がるんですね、今回って。隠しテスラとこのアーチャータワーのレベルが上がります。で、アーチャータワーは今全部で、8体、9体かな。あるアーチャータワーが、全部プラス6なんですね、ダメージが。で、結構射程が10マス長いじゃないですか。なんで、これ、クイヒーやる場合に、撃たれて受けるダメージが地味に上がるんですよね。で、それが1体ならいいんですけども、こんだけ、5、6、7、8か。うん、こんだけあると、やっぱり、チリも積もればみたいな形で、加算できちゃうのかなっていうのが、まず1点。さらにこの隠しテスラですよね。こいつに関しても、プラス10になりますので、このね、施設のレベルが上がることによって、受けるダメージの増加っていうのが、クイヒーやる場合に、ちょっとずつレイジのタイミングを早く、打たされたり、フリーズのタイミングを早く打たされたり、あとは、クロークを使わされたりってことに繋がってくんじゃないかなという気がしてます。で、今回のそのアップデートで防衛が強くなった反面、キャンプですよね。のレベルもタウンホール13では上がりました。で、プラス20枠持っていけるようになったんですけども、それで一見攻撃と防御のね、バランスが取れてるように見えるかもしれないんですけど、じゃあ、クイヒーやる場合に必要な、ヒーラーの回復量、レイジの回復量、あとは効果時間だったり、フリーズ等に関しては別に情報修正が入ってないので、クイヒーやるにもやっぱりもう単純に防衛の火力だけが上がった状態になってるんですよね。これって多分ちょっとね、これからやりにくさを生む、じゃないのかなという気が、自分はしてます。で、そんな風な状況っていうのが、特に13では起こるかなっていうところですね。12以下だと、別に防衛が強くなってるわけではないので、そんなに、今までの環境から食い品が使いにくくなるということは考えにくいんですけども、代わりにやっぱりスーパーユニットが出てきたので、こいつらですね、スーパーバルキリーと、あと、スーパーガーゴイル、こいつらっていうのが、どんな風に使えるのかっていうところを、ちょっとこれからお話ししていきたいんですけども、そのね、内容を踏まえてやっぱ考えると、タウンホール12でも、クイヒーやオデヒーっていう戦術を使わないケースが今後増えるんじゃないかなっていうのはやっぱり同じように思います。でですね、まずちょっと見てみたいのはスーパーバルキリーからいきましょうかね。これどういうユニットかってもう皆さんもよくご存知だと思いますけども、バルキリーが強くなってレイジの呪文を担いでますと。やられた瞬間レイジを落としますっていうことなんですけども、これね、言葉で言うと、そうですよねっていう感じで、一見、なんかもうバルキリーラッシュしたらレイジいらねえんじゃないのみたいなね、感じに思う方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけどもね、多分実はそんなことないと思うんですよね。ちょっとね、このバルキリーの動きを見てほしいんですが、ダーッと全部出していきますね、こういう風に。で、そうすると、このバルキリーたちが、こう、当然やられるじゃないですか。やられてレイジが落ちるので、落ちた瞬間見てほしいんですけど、で、さらにこうね、ばらけるんですね。これほら、ちょっとずつこういう風になんで、行動がね、制御しにくい。で、まきにこのレイジの呪文も、わかりました。落ちましたよね。落ちた瞬間にもバルキリー次のところにパーっていっちゃうんで、そんなにね、レイジの恩恵を受けないんですよね、バルキリー本体が。で、ちょっとで急にこう壁を叩き始めたりもするじゃないですか。で、ばらけちゃいますね、こういう風に。あんだけ束になってたのに。壁行くみたいなね。で、こういう感じになってくるんで、自分はちょっとですね、このスーパーバルキリーラッシュっていうのはコントロールのしにくさっていうのも相まって、ちょっと、このレイジの恩恵っていうのも、バルキリー本体が、受けられないので、あんま使われないんじゃないかなっていう風な気がしていて、ワンチャンね、うまくいったっていうこともあると思うんですけども、あと、レイジの交換範囲、全然違いますよね。これちっちゃいんですよ。レイジの交換範囲が。なので、これに関してやっぱりね、バルキリーの集団が自分たちで、作ったレイジの輪の中で加速していくっていうケースを、
やっぱ作るのはちょっとね難しいんじゃないのかなっていう気がしますね。だから後ろからそのヒーラーをつけてヒーラーの回復量を上げるとかだったらまあいいと思うんですけども、そういうのではなくても本当にアーチャーバールキリーたちの、攻撃力をレイジで底上げしてもゴリゴリ進んでいくんじゃないかみたいなイメージっていうのはちょっと違うんじゃないかなという気がします。まあダンフル13の本当に硬い防衛、を見ていった場合にはもしかしたらまたね話は違って突破力っていうのは上がってグイグイいくのかもしれないですけども、ちょっと今のところ自分がスーパーバルキリーをこう使ってみた感想としてはタンホール13に使ってるんですけども、今見てもらったこの順位と同じようなケースなんですね。そんなにバルキリーたちに自分たちのレイジが、そううまく乗っかるっていうケースがない、輪がちっちゃいのと、もうレイジが起きた瞬間にそのタイムラグもちょっとあるんでバルキリーが走り抜けちゃっていて、もうあのレイジが後ろにもう放たれてるみたいな感じになっちゃうっていうね、これがちょっとあんまりねどうなのって思うところになります。で、まあ、スーパーバルキリーはそんな感じで、まあ、これからね、使いどころっていうのが、まあ、また見えてくるといいかなっていうのはでもありますよね。突撃艦にうまく入れて使えたりなんかすると、まあ、いいのかななんてね、局所的にこう突撃艦を撃っていって、そこに、レイジを落としていくみたいな使い方っていうのは、結構、もしかしたら生きるかもしれないんで、そういうね、新しい、まあ、使い方を見ていきたいなというのは、まあ、これからの課題としてある中で、で、まあ、それともう一つですね、スーパーガゴイル。これがね、自分思うに、結構、なんていうの、これから本当に、ヒーラーを使わなくても済むような環境を作ってくれるユニットなんじゃないのかなっていう気がするんですね。まあ、こんな感じ、適当でいいですかね。こんな1、2、3、4、5と。まあ、これぐらいにしといて、レイジーとかそのとこかな、ヒール。うん。こんな感じか。はい、適当に進みますね。で、今までですね、ヒーラーを使わない、編成をするっていうと、まあ、スーサイドって言われるのヒーローパートで、先に相手の村にこう攻め入って、である程度その主力の部隊を入れるための形を作ってから、主力部隊を流し込むみたいなね。例えばだからヒーローたちを先にこう使って、なんかもうすごいね、あのキングがこの後ここに動いてみたいな難しいその読みをしながら壁をゴリゴリ開けて進んでいくみたいな、そう壁開けるんだ忘れたこれ忘れてましたね、壁をゴリゴリ開けて進んでいくみたいな、まあ、そういう攻め方っていうのが、やっぱり やられていたと思うんですね。で、うまい人ほどやっぱりそういう攻め方っていうのもね対応する。で、ちょっとこれは次元が違うから自分はヒーラーだなっていう風に僕も思ってました、思ってたんですけども、このスーパーガーゴイルが出てきたことによってちょっとね環境が変わったんですね。例えばですよ、どうしようかな、ここにユニットを流し込みたいっていう風に考えた時にどうするかっていうと、今までだったらここにババキンを出してこう歩かせるみたいなことをしたんですけども、じゃなくって今回はスーパーガーゴイルをこう出すじゃないですか。ポンポンと。出すとこいつらが、壁をの中までこう結構ダメージ食らっても全然、ね、対地の防衛だったら全然ダメージが与えられないし、こんな感じで削ってくれるんですよね。ひょいひょいひょいってこんな風に。はい、また削れますね。ガンガン削る。ガンガン削る。こんな感じで。削ってくれるじゃないですか。で、ここら辺まで削ったらもういいかな。もう絶対それ用がないよねっていう状態をこう作っておいて、さらにこれウォールブレーカーもやられても破裂するっていう特性が今回出たので、壁焼きがすごい容易になりましたよね。で、これアーチャークイーンをこう流し込んでいくみたいな、こんな感じ。ほら、すげえね、簡単に、なんていうか、ヒーローパートをコントロールするためのサイドカットができるようになっちゃったんですね、今回のこのアップデートによって。だから見てもらって分かるように、ほら、アーチャークイーンもちゃんと綺麗に狙った方に行くじゃないですか、こうやって。ちょっとずれたか。ちょっとずれたけど。っていうことなんですよね。なんで、今までサイドカットをするのに、例えば、ベビードラゴンを使ってでもテスラが出てきちゃってとか、結構いろいろ外で苦労してた、ね、方もいると思うんですよね。そのイエティを使ってでも、スニゴブを使って、ストレージ系ならスニゴブで壊せるけども、でも、傾斜とかそういうのは壊せないから、これはボーラーで打ってとかね、そういうもう、職人的な、ある種、ユニットの使い方っていうのが、必要になってきてた。場面っていうのもあったと思うんですけども、今回この
スーパーガーゴイルがいるとこう、ね、壁の奥当然、外側は当然奥の方まで割とね2対3点のスーパーガーゴイルが削ってくれます。でこの部分っていうのがちょっとコストもったないのって思うかもしれないんですけども、タウンホール13においては、ユニット枠が増えたことによってできるようになったんですね。なんで確実に狙ったところにヒーローを流し込めるスーサイドパート、まあ、これがユニット枠の増加とこのスーパーカーゴールの登場によってできるようになったっていう。まあ、それがですね、やっぱり、さっき自分が言った、ヒーラーを使った攻め方、クイヒーとかオデヒーを、まあ、やらなくても、良くなったんじゃないのかなと思う一番のポイントですね。まあ、こんな感じで、どうですかこれ。結構ガンガンいい感じにすいません、スーパーカーゴール。で、主力として使っても、まあ、こう強いんですけども、別に、なんだ、今みたいにサイドカットに使うっていうのでも全然ありですよね。まあ、ちょっとすいません、完全にサボった攻めをしてますけど。雑もまあいいとこですよね。はい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 、いいね。いいと。まあ、この、今度ね、スーパーカーゴイルを使った攻め方っていうのもちゃんと、紹介したいというふうには思うんですが、まあ、これはこれで本当強いですよね。まあ、こんな風に、遠くから攻撃ができるっていう、まあ、その利点を使って、サイドカットっていうのを、なるべく奥の方まで、スーパーカーゴイルでしていく。で、さらにもう事故の可能性も結構減るようなね、確実性のあるサイドカットができるユニットですので、これやっぱり、使うことによってなんだサイドカットがより簡単になってスーサイドのパートっていうのが、まあ、今まで以上にやりやすくなるっていうことから、無理やり、ヒーラーを使ったクイヒーオデヒーを、やらなくても選択肢が広がるよっていう、まあ、とこですよね。そこがやっぱりですね、今回のアップデートで一番自分が、環境変わるんじゃないかなって思ったところですね。でこのスーサイドってまあ、正直、僕、上級者のテクニックだと思ってたんですね。本当に、もう世界大会に出るレベルとか、日本でもまあトップの、ごくまあ 10% ぐらいの人たちがやってるような戦術だっていうイメージがあって、とてもそんなね、ヒーローのコントロールなんかできっこないってずっと思ったんですよ。なんですけども、まあ、今回このスーパーカーゴールが出て、ちょっと自分もスーサイドやってみたんですが、めちゃくちゃやりやすいんですよね。奥の方までがっつりカットができるんですよ。まあ、その代わりコストはやっぱり、まあ、40枠ぐらいとか、スーパーカーゴール4体とかいう風に持っていかなきゃいけないところもあるんですけども、でも、4体持っていくことによって、ユニットが逸れるリスクはないし、奥の方までカットができるから、まあ、寄り道もしない。で、しっかりと体力残したまま狙ったところに突っ込んでいってくれるみたいな形になると、全然これはアドバンテージとしてはあると思うんですね。で、まあ、そこから、ラバロを展開してもよし、まあ、ドララをしてもよし、スーパーガーゴイルをさらに全部流し込んでもよし、まあ、ホグライダー、ディガー、スコンマしてもよしと、まあ、いろんなね、攻め方にこう繋げていけるので、クイヒーをやってた方っていうのは、本当にクイヒーパートが、そっくりそのまま、スーパーガーゴイルとババキンガとアーチャークイーンによるスーサイドに置き換わるようなイメージで使ってもらうことができるだろうと。で、それがこのコストが20枠、持っていけるユニットコストが、20枠増えたことによって、今後タウンホール13によって受けられる恩恵になっていくんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、12もだからね、繰り返しになりますけども、さっき言った通りその、なんだ、そう、クイヒーが使いにくいところとかを無理やり、クイヒーでやらなくてもスーパーガーゴールがいるんだからスーパーガーゴール使えばいいじゃんみたいな感じになると思うんですね。で、ウォールブレーカーも別にスーパー化させなくても、ある程度数持っていけば狙ったところの壁開けられるんで、それもまたね、このユニット枠が増えたことによる恩恵ですよね。受けられると思います。なので別にスーパー、ウォールブレーカーを常時、使うっていう必要も、まあそんなに、ある程度、慣れてくればなくなるのかなというふうに思って、で、まあ楽しみ方の幅がだから本当に広がるんだなっていうところをすごく感じますね、今回のアップデートでは。というところです。まあちょっとね、今回戦術論に関しては、あまり突っ込まないようにしようかなと思ってます。実はですね、もう、一個自分で、あ、この戦術めちゃ強いわっていうのが、見つかってですね、今後それちょっと進めていこうかなというふうに思ってるんですけども、まあそれまだね、どっか別の機会に、紹介をさせてもらいたいと思いますが、とりあえず本日は、環境がやっぱりどう変わるかというところですね。少し長い目で見て、いうところに関してお話をさせてもらいました。まあなんでね、まとめると、ヒーラーを使う場面がちょっと多分減るだろうなというふうに思います。その代わり、スーパーガーゴイルっていうユニットがものすごいそのサイドカットに便利なんで、スーサイドを使いやすくなるだろうと。
いうとこですね。まあ、それによって、タウンホール13は当然ながら、ね、12においても無理やり、これまで食い火で、行かざるを得なかったようなところっていうのも、スーパーガーガオリを使ったスーサイドで突破していくっていう形が今後作りやすくなるだろうと、まあ、いうことですね。全般的にスーサイドが増えるんじゃないかなっていうふうに思います。で、スーパーバルキリーに関してはちょっとまだこれからですね、あの考察はちょっと使い方がまだ正直うまい使い方が分かんないですみんなでいろいろやってるんですけどね、よく分かってないというのが正直なところですね。まあ、この YouTuber の方がなんかいい方法を出してくれたら自分もそれ真似してみようかなというふうにも思ってるんですけども、というところで、はいですね。またじゃあ、今回の、まあ、内容を踏まえてになるかどうか、まあ、なるべくなら踏まえて、新しいですね、戦術のアタック動画っていうのもですね、これから、順次上げていきたいというふうに思いますので、そちらの方もお楽しみに、していただければなというふうに思います。またですね、こういうアップデートの時も、関西クラクラクラブのメンバー結構ですね、みんな、深夜までよく、ね、月曜日の深夜みんな元気だなっていう感じなんですけど、いろんな戦術を試したりしてもうフレッシャー合戦やりまくってましたんでね、そういう、まあ、形でみんなで、ワイワイね、前回取る練習なり、クラン対戦なりリーグなり、JWC 楽しみたいよっていう方、積極的にですね来てもらえたら嬉しいなというふうに思っておりますのでお待ちしております。というところで本日の動画ではですね、終わりにしたいと思います。結構喋りが中心になっちゃって、退屈されていたらごめんなさい。またですね、見栄えのあるアタック動画もこれから上げていきますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。では、本日この辺りで失礼します。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。